こういう作品も出来上がりました。これ完全にこれベロです。こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。今回は春にふさわしい3色団子を作ってみたいと思います。まずこれ白玉、これで白、緑、ピンクということで着色料を一切使わずに3色作ってみたいと思います。まず白玉粉、これが、200g の白玉粉に抹茶少々、いちごは1粒あればいいです。大きいのは1つの方がやりやすいです。で、この3つで作ってみたいと思います。はい、それではこの白玉粉を、3色にするので3分割します。これは 200g なので、まあ 200÷3 で66ずつやります。お、結構かさばんな、これ66ずつ。いやー調子いい最近。じゃあこれを、3つやります。カット。はい、3分割にしましたので、これをまあ白、緑、赤みたいな感じで、色つけていきます。まず白を作るのでこれをついてここに入れて、でさっきの袋によると1袋に使うのに 170cc の水がいるので、まあ、3分割して約 57cc の水を、これ多分白玉粉によって変わると思うので袋を見てやってください。入れます。一気に水加えてよかったのかな。でこれを練ります。非常にやりづらいこれ。で、耳たぶと同じくらいの硬さになれば OK です。こんな感じ。これは白。よし、では、色つけます。次はこれは白なのでこれで置いておきます。はい、では今度はピンク色を作るんですけれども、いちごを使います。でいちごここで吸って赤を出すと、赤っていうかピンクだけど、でここで吸います。逆でした。うわ、これ皆さんやるとき手をすらないように気をつけてください。するのはいちごだけ。うわ、美味しそう。こんなもんかな。こんなもんで、あ、いい感じいい感じいい感じ。はい、こんな感じでいちごをすります。2回目のこれを、水はどうなんだろうな、ちょっとやりつつ様子見で、水はいちごの水分もあるので水適当でやりすぎたかもしんない。これで練っていきます。あ、すごい。これをね、食紅とか人工着色料を使わずにピンクを出すと、あ、いちご1個で結構はっきりといい色出ますね。で、このいちごのつぶつぶ感、こういうのがなんか出てるのもいちごっぽくていいかなと思います。はい、一応ひとまとまりになったんですが、ちょっとピンクが薄いのでもう一個いちごを使いたいと思います。逆ですね。いや、普通に食べたいなこれは。こんな感じで、ちょっとあんまり赤つかなかったけど、多分これ十分、茹でたらピンク色になると思うんで、こんな感じでピンク色の玉は完成です。緑やります。はい、じゃあこの抹茶を使って緑色にします。これぐらい入れたら、これぐらいでも多いかもしれないですね。ほう、うわ、これ色つきそうだな。はい、ではこれが緑の白玉になります。これをここに入れて、でこれで白、緑、赤、3色の元ができました。これを今から茹でていきます。はい、ではそれではね、この間というか去年の鎌倉じゃない、栃木の益子駅ができたのがやっとここでお披露目できます。こんな感じになりました。でこれでね、一回割られちゃって動画で作ったのとちょっと違う模様でもう一回書き直したんです、これ実は。なんでこんな感じです。2013年8月12日と再生回数上昇祈願、みんな見てね。よし、ではこれを、玉ころにしていきます。まあ、こんな感じで、はい、ではちょっとこれを先にちょっと茹でてみたいと思います。うん、わおわおわお。はい、では浮いてきたやつはもう火が通ったやつなんで、浮かんできたやつはさっと冷水に入れて冷やし固めます。ちょっといちごがね、これ皆さん気をつけてください。いちごから水分が出るので、説明書通りの水分でやるといちごが大変なことになります。あ、でもいい色出てるわこれ。はい、じゃあベロもつるんとつるんつるんとね。 OK で、これで茹で上がり。はい、では団子のみたらしを作りたいと思います。まずお砂糖を大さじ6入れます。1杯2杯3杯4杯5杯6杯。これ色ついてんのはあれです、常温なんだっけ、三温糖っていうお砂糖なので色がついてます。でお醤油が大さじ2入ります。別に普通の砂糖でも変わりません。上白糖と三温糖は多分大さじ2杯、三温糖のが上等のものなのかな。2杯に、お水が 100cc お水入ります。片栗が小さじ2入ります。1杯2杯これで、とろみが出てきたら完成です。ちょっとこれ本当なら木べらでやってください。はい、これでみたらしあんの完成です。よくわかんねえなじゃあ盛り付けまーす。カット。はい、じゃあこのだが断る皿にこれ刺していきまーす。普通どういう順だし緑かな、手前に。あー、やこいやこいやっこやこ、これ。うわ、超お団子なんですけど白を間に挟みたいな。いい感じじゃんちょっとなんか思ってたのとちょっと違う気がするけど、あ、いいんじゃない。三色団子どうですか、ほら美味しそうでしょね。じゃこれを全部刺します。まあ、ここら辺作業なんでカットします。カット。はい、じゃあ薬に刺しました。これ本日の最高傑作、ベロ。で、1袋 200g からですね、これぐらいのお団子が1、2、3、4、5、6、7、8、9本取れます。じゃあこれを盛り付けます。いやー、ここまでやっと3色作った意味がないな。はい、これで3色団子の完成です。これ3色の意味がないけど、こんな感じで。でも早速食べましょう。まずきな粉。3色の意味がなくなっちゃったな。みたらし。うん。みたらし。うんふん。あんこ。うん。基本的にあれですね、このいちごのフルーティー感がどの味とも喧嘩しますね、これ。まあ目で楽しむこういう春の料理もいかがでしょうかっていうことで、いちご2個入れたんですけど、2個入れるとちょっといちごの感じが喧嘩します、この甘い感じと。まあ普通のこっちは美味しいと思うけど、まあこんな感じで出来上がりと。よかったらお試しください。ご視聴ありがとうございました。